はい、皆さんこんにちは、ターボパパでーす。改めて2020年明けましておめでとうございます。はい、ということでね、皆さんお正月はね、ゆっくり過ごせましたでしょうか。僕はね、仕事柄年末年始ほぼ仕事ということで、皆さんへのね、ちょっと新年の挨拶が遅くなっちゃったんですけれども、本年もね、ターボパパをよろしくお願いします。今日は年始一発目って言ってももう1月のね、中頃になっちゃうんですけど、お正月に結構余る食材ってあるじゃないですか。で、その余る食材でもまあ皆さん大体あるんじゃないかなと思うのがこちら、ズズン、お餅。はい、こちらお餅ですね。まあね、これ僕もね、毎年ついたのをね、いただくんですけれども、やっぱね、ちょっとね、最後の方全部食べきるっていうよりもちょっと余っちゃうので、今日はね、このお餅を使って、この前ですね、ツイッターを見てたら面白い料理があったのでね、それを作ってみようかなと思うんですけど、その料理がね、今ね、こちら右下ら辺に出てると思うんですけど、サクサクハッシュド餅ベーコンチーズ。いやいや、ネーミング長えよと。はい、簡単に言うと、餅とベーコンとチーズを混ぜて焼いただけのものっていう。ただでもこれすごい美味しそうで、結構ね、ツイッターでも話題になってたのでね、これをね、今日はね、作っていこうと思います。サクサクハッシュド餅ベーコンチーズをチョルシェイク。はい、では早速やっていっちゃいましょう。まずですね、今日準備したものがこちら餅と、こちらブロックのベーコンですね。普通の薄切りのベーコンでもいいんですけど、今日はちょっとね、冷凍庫に我が家ね、ブロックのベーコンあったんで、ベーコンと、あとはね、こちらピザ用のミックスチーズっていうんですか、この3個だけのね、使うのはね、用意してもらえば簡単にできますので、ね、まずこの餅とベーコンをね、角切り、ちょっと餅硬いんでね、気をつけてくださいね、切るときね。普通に角切り、どんなもんだろうな、あんま大きいと溶けにくいので、まあこんぐらいか、こんな感じですかね、に切って全部ね、ボウルに入れてっちゃいます。ではやっていきます。はい、こんな感じでね、切れたらですね、餅はね、2個分にしました。ちょっと3個多いかなと思ったので、餅2個分とベーコン切れたら、ここに、まあ、チーズをね、ダバダバダバと、どんぐらい入れようかな、チーズとカロリーは多い方がいいってことで、適当に入れちゃおう。こんな感じでいいのかな、ちょっと多めに入れちゃいましょう。あとはこれをね、なんか混ぜて、こんな感じで混ぜてフライパンで焼くだけって書いてあったので、ではね、焼いていっちゃいましょう。フライパンにですね、ちょっと油を引いてですね、あとはここへこのネタを並べていくと、適当に1枚だと大きいので、2、3個に分けて、おっと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 、ん？こんな感じでいいのか？ちょっと寄せちゃうか、こんな感じで、ちょっと平たくして焼いていくと、よいしょ、よし、これで焼いていくって感じだったな。うわ、チーズのすごい匂い。でこれで餅がちょっとね、ふっくら焼けてくるまでね、焼いていっちゃうそうです。うわ、すげえ、チーズ、よし、こんな感じかな。でちょっとね、蓋しちゃおうかな、餅がね、ちょっと弱火で焼いておこうかな、弱火でちょっと蓋して焼いていっちゃいます。よし、今1、2分ぐらいかな、焼いたとこなんで、ちょっとね、蓋を開けて
ではちょっとひっくり返しちゃいますね、これを。よいしょと。すっ、ひっくり返るか。はい。おー、うまそう。いい色だね。どうなの。あ、もちももうだいぶ柔らかくなってますね。よいしょと。よいしょ。よいしょ。おー、うまそうだね。おっ、よいしょ。おー、いいね、いい色だね。よいしょと。あ、おいしそう。あとはカリッとするまでね、焼いていくって書いてあったので、ここからはまあ蓋なくてもいいかな。もう餅がね、柔らかくなっちゃえば蓋する必要ないと思うので、ここからはね、ちょっとだけ火を中火ぐらいにしようかな。中火ぐらいにして焼いていっちゃいます、さらに。よし、いい感じにね、パリッと焼けてきたので、最後にこちらですね、まあ醤油というか砂糖醤油、ちょっと砂糖と醤油を入れて、ちょっと甘めの醤油ですね。ちょっとね、お餅なんでちょっとだけね塗ってですね、塗って仕上げでちゃいましょう。はい、いい感じですね。あー、いい匂い。では盛り付けていきます。はい、こちらでサクサクハッシュドもちベーコンチーズの完成でーす。なかなか美味しそうですね。よし、では食べてみよう。はい、改めましてこちらがね、ハッシュド、いや違う、サクサクからですね。ネーミングちょっと長いんでね、間違えちゃうんですけど、サクサクハッシュドもちベーコンチーズですね。はい、でも美味しそうですね、こちら。なかなか香ばしく焼けて美味しそうです。では早速いただいていきます。どれどれとね、まずちょっと切ってみましょうか、こちら。かぶりついた方がいいかな。かぶりつきます。いただきます。香ばしくて美味しい。餅の香ばしさと、あとなんていうか、チーズの味、美味しいね。これ考えた人すごいよね。なかなかこんなアイディア思いつかない。このほんとチーズがパリッとしてよく焼いてあるから、サクサクというかパリッというかね。美味しい。ではね、全部いただきます。はい、今ね全部いただきました。いや、これほんと美味しかったですね。これね、お子さんのおやつとかにもね最適じゃないかなと思いましたね。あとは意外とね、これビール、お酒、ビールのねおつまみにはね合うと思いますよ。チーズの塩気とベーコンの塩気はしっかり出てるので、であと餅がねもちっとはいしてますので、ビールのおつまみにはいいと思います。こちら最高に美味しいですね。これ考えた人ほんとすごいな。はい、ということで、もしね家にお餅が余ってる方はね、ぜひやってみる価値はあると思います。はい、ということで本日の動画は以上です。バイバーイ。